こんにちは。このビデオでは Intel Quatus Prime 開発ソフトウェアプロエディションのデザインアシスタントをさらに活用する方法をご紹介しますデザインアシスタントには100以上のルールがありさまざまな種類の問題を解決するのに役立ちますしかしそれら全てを一度に対処したくないまたは対処する必要がない場合がありますデザインでデザインアシスタントを効果的に使用するにはどうすればよいでしょうか このビデオではまずはじめにご自身がデザインサイクルのどの位置にいるかに応じて必要な領域のみをチェックすることについて説明します。つまり、様々なやり方でルールをフィルタリングする方法についてです。次に、実行するルールに焦点を当てる方法について説明します。つまり、パラメータをカスタマイズしてルールの適用範囲を狭める方法についてです。最後に、コンパイルの反復を減らすこと。 つまり、ルールをオンデマンドで実行する方法について説明します。さまざまな基準でルールをフィルタリングします。それには、グループ化されたカテゴリー、重大度、記述タグなどを使用します。他のフィルターも使用できます。ご自身がデザインサイクルのどの位置にいるかに応じて、異なるカテゴリーのフィルターを使用します。例えば、アクティブ RTL 開発を行っている場合は、リセット、 リセットドメインクロッシング RDC、ネットリストリンティング、クロックドメインクロッシング CDC のカテゴリーのみをオンにします。また、デザインがほぼ完了し、タイミングクロージャーの提案が必要な場合は、タイミングクロージャーカテゴリーをオンにします。また、記述タグは、ルールを検索したり、関連するルールを識別したりするためにも使用できます。例えば、 SDC 制約に関連するルールがあるかが気になる場合はタグフィルターに SDC と入力すると SDC タグを使用してルールを表示できます各ルールに関連付けられているタグを確認し役に立つ他のカテゴリーやキーワードを見つけることができます実行するルールを選択した後に別の方法でルールの適用範囲を狭めることができます 例えばデザインにおける一つのクロックドメインでタイミングクロージャーを行う期限があり他のクロックドメインは今それほど重要ではない場合がありますタイミングクロージャーのルールは今一番焦点を当てたいクロックドメイン一つのみを解析していることを確認する必要があります複数のルールのパラメータを編集して適用範囲を必要なものに絞り込みます 一つのクロックドメインでタイミングクロージャーを行う例では、タイミングクロージャールールのうちの一つを選択します。パラメータリストにトゥークロックフィルターがあること、またデザインすべてのクロックに一致させるため、その値がアスタリスクになっていることに注意してください。バリューフィールドをクリックして、今一番焦点を当てたいクロックドメインの名前に変更します。リターンキーを押すと、トゥークロックフィルター お持つ任意のまたは他のすべてのルールにパラメータの変更を適用できるようになります。必要な箇所だけエネーブルして OK をクリックします。その後、パラメータ値と一致する名前を持つクロックドメインのみが選択したルールによって解析されます。クロック名などのパラメータを変更した場合は、ターゲットにした解析が完了したら、デフォルト値にリセットすることを忘れないでください。そうしないと、 他のクロックドメインのルール違反を見逃す可能性があります。コンパイルの開始前にいくつかのルールをオンにするのを忘れた場合、また試験的にいくつかのルールを数回実行したい場合でもコンパイルが完了した後にどのルールでも実行を選択できます。それにはタイミングアナライザーを使用してオンデマンドでデザインアシスタントルールを実行します。タスクウィンドウ内の下側にある レポート DRC タスクをダブルクリックします。ウィンドウを開き、実行するルールを選択します。前のスライドでの説明と同じように、フィルタリングとフォーカスをすべて実行できます。OK をクリックして、選択したルールを実行します。ぜひ、このビデオでのコツを使用して、実行するデザインアシスタントルールと、その実行方法を管理してください。フィルターを使用して、 デザインステージに適したルールを選択しましょう。パラメータをカスタマイズして、現在作業中のデザインの一部のルールに焦点を当てましょう。また、オンデマンドでルールを実行し、反復を減らしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。